おはようございます。釣り子 TV です。待ちに待っていたね、この荷物が届きました。今年もですね、デプスのウェーブメンバーに、入会したので、そうするとですね、最初こうメンバー特別なね、スペシャルルアーが届くっていうことで、ね、このぐらいの時に発送しますよなんていうのは来ていて、まだかなまだかなと思ったらついに届きましたってことでね、こんな感じの袋に入ってるんですけども、まあこっちはね、住所とか書いてあるんであれですが、株式会社デプスって書いてあるんで間違いないんじゃないかな。じゃあね、早速開けていきたいと思います。いやー、どんな感じかな。はいはいはい、開けていってバチッと、おっ、はい、こんな感じのね、箱に入っているようです。じゃあね、開けますよ。きたー、じゃじゃーん、よっしゃー。ね、うお、パッケージかっこいい。これは上がりますね。あー、やったー。よし、じゃあ早速ここ開けちゃって、はい、おー、あ、綺麗だなー、ねー、これ、うわー、なんだろう、ねー、まあ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 、もう毎年ね、いろいろいいものいいものってね、ものが来るんですけども、あ、こういう、まあなんていうかね、なくしづらいトップウォーター、しかも市販されてなくてね、ウェブメンバー限定で、もらえるっていうね、これは嬉しいですよね。はい、というわけで出てきました、ニューカクルっていうことでね、進化したね、カクルなんですよね。こういう、結構ね、小粒なトップウォーターで、で、何がニューかっていうとですね、今まで硬質な発泡素材でできていた、カクルが、これね、こっち側から見ると一目瞭然なんですけども、ABS 樹脂、まあ、プラスチックな感じのね、こういうボディに素材が変更されていて、で、それと、まあ、それに伴い、まあ、こう、ヒートンの位置だったり、仕様が、変わってっていうことで、ね、こういう感じで進化したね、まあ、ニューっていう感じになるわけなんですけども、目を引くのがですね、このお腹側、ね、小さいながらね、こういう感じで、デプスの NZ クローラーの、ね、ギミックがね、搭載されていて、で、ここだけじゃなく、なんと、後ろも、回っちゃう。結構、なんていうんですかね、こういう、羽物とかで、こう、ガバチョってね、バスが食べた時に、なんだろうかな、こう、いろいろこういう部品が、ロックして、ロックして、テコの原理みたいになってなのか、ブリってこうね、ブリって針が取れちゃうことがね、あったりする。そういうのを防ぐために、ね、ここに、まあ、作るのね、超面倒だと思うんですけども、回転するので、こう、不意の変なバレをね、防ぐっていうね、こういう仕様になってるんですね。で、それ後ろ側も。これはね、本当釣るためにね、すごいいいギミックだと思うんですけども、ということでこうじっくり見ていってるんですけども、ね、あと羽ね、これ専用にこうデプスって書いてありますけどね、このこの角度とかね、すごいこだわりの感じる羽のセッティングだなぁなんて思って、
で、あの YouTube なんかで動画を探すと、早速もこの新しいね、カクルの泳いでいるシーンなんていうのもね、動画で見ることができるんですけども、なんだろう、非常に NZ クローラーってどちらかっていうと、こう静かにファン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 ってこうね、ボディは存在感があるんだけども、すごい静かな誘いって感じなんですけど、こいつは動画で見てる範囲では結構クロールアクションね、まあ元々でこういう羽を使ってね、切りもみクロール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 っていうね、感じの、だからちょっとねサイズ感で見ていくと、例えばこの NZ クローラージュニアなんかと、まあ、近いサイズ感だとは思うんですけども、どちらかっていうと NZ が優しくペタ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 、この平坦なボディをペタ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 ね、残し、まあ羽がこう独特なアピールをして、ボディはこうずっといるって感じなんですけども、このね、なんか丸っこい可愛らしいボディのカクルは、このボディを目いっぱいに使ってこうクロールしているなーなっていうね、動きの印象をね、動画を見ていて思いました。あと、まあオリジナルのこのね、最初に出た NZ クローラーと比べてもね、この大きさの感じとか、あとはやることが全然違うからか、羽の形状なんかもね、全然違うのかなね、だいぶこうやって一緒に持ってみるとね、イメージが違いますね。はい、いやーなんかね、羽物がどんどん増えていっている昨今なんですが、これはね、まあ欲しかったし、まああとね、早速ね、この、ね、入会特典は届きましたけども、最近のあのウェブメンバーのその限定で買えるものとかね、魅力的なものがいっぱいあって、もうね募集期間終わっちゃったんですけども、あまたね、なんだろう、エントリーモデルの、ロッドとか、あとトラウトのロッドとかね、いろいろ出ていて、で全部ねやっぱ買いやすい価格で、早速片っ端から注文してみちゃったんですけど、まあそこら辺はね、まだ秋ぐらいなのかな、到着がだいぶ待つことになるかなと思うんですけど、まずは入会しただけでこういったルアーが手に入る、なおかつ注文したら確実にいろいろなスペシャルアイテムが手に入るっていうことで、入る気はないよなと思うんですけどね。もうこんな感じで QR コードなんかも裏に載っているので、はい、ここをねスクショして見てみるとね、もう気がついたら入っちゃってるなってことになるかもしれないです。あとね、重さの方もねちょっと測っておきたいと思いますね。この新しいね2020バージョンのカクル、これは何グラムでしょうか。28.5g って出ましたね。だからおよそタイニーブルシューターなんかと同じ感じですね。ね、デプスの中では小粒な方っていう感じの重さだと思いますけど、 NZ ジュニアと比べるとどうなんだろう。あ、重さで言ったら NZ ジュニアなんかとも非常に似た重さなんですね。羽のボリューム感とか、あとはボディのボリューム感が若干違うので、もう少し差があるのかなと思ったので、印象としてはだから NZ ジュニアね投げてる方だったら、まあ、これと同じようなタックルで投げることができるんじゃないかななんて思いますけども、まあ、こいつはね別格で、結構羽物の中ではとんがった重さのね、おっと 87.4g なんていう風に出ておりますが、まあこういう感じでね、結構ね充実のラインナップになってきましたね。トップウォーターもねデプスいっぱいあるから楽しいですよね。あとはね、まあね、ギラギラ攻撃とかね、まあコロナとかもなんかいろいろこうあったりしますけども、それ以前にでもね、ね出るか出ないかっていう感じですけどね、2020ね、できれば大型のランカーシーバスシーズン前にね、あそこら辺のプラグなんかも登場したら最高だななんて思いますが、まずはねこういう感じで順次出すよっていったものがね届き出してますんでね、今年もウェブメンバー遊びをね、楽しんでいきたいと思います。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら。
デプスのね、2020ウェブメンバーに入ると、入会特典でもらえる、カクル、これが届いたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。